まあ、正直もう必死すぎて、なんかこうまさかこの舞台で完全試合をできるなんて思ってもなかったっていう思いの方が強かったですね。なので正直なんかあまり逆に緊張しなかった、抑えなければいけないっていうそういうプレッシャーではなくて、もう抑えたいという気持ちと、こうなんかその自分がみんなの足を引っ張れないっていうそういうなんかこう必死さがたまたま完全試合を呼んだっていうようなこう思い出しかないですね。その時は もちろんそのエースとしてってよりかは、その15人の1選手としてチームの力になりたい、あのベテラン選手が多い中でのチーム構成だったので、なんかその若手の私が足を引っ張るわけにはいけないっていう思いが強くて、なのでなんだろう、もうただただ必死だった。それこそあの初めて出たジュニアの大会のワクワク感はあんまりなかったですけど、あのどっちかっていうとあのその時に投げてたぐらいこう必死、ボールをしっかりミットに、キャッチャーのミットに届けるのにも必死だったっていう印象です。やっぱ北京オリンピックの時は自分が打たれたら負ける、そういうプレッシャーを常に自分に課せながら投げていたので、まあ、正直苦しかったです。そのマウンドに立つまでのアテネが終わってからの4年間が自分はソフトボール人生で一番苦しかったって思っていて、あのなのでいや本当逃げ出したかったぐらい、こうなんで自分はこんなに頑張らなきゃいけないんだろうって思ってる時期もあったし、でもやっぱりその夢を諦められなくて、でもやっぱり初めてっていうか、その北京オリンピックのマウンドに立った時に最後頑張ってきてよかったなって最後思えるだけのものを残せたからこそ本当によかったなって思うし、そのくらい自分にプレッシャーをかけて臨んだ大会だったので、やっぱりなんだろう、それこそ本当悲願の金メダルっていう、そういう思いが強いです。私の中でもあそこがやっぱり一番の大舞台だったな、やっぱかけてきた思いを全てぶつけられた大会だったんじゃないのかなって思ってます。もう本当にこれでソフトボール人生終わってもいいっていう思いで最後投げてたし、そのくらい体もボロボロの状態で投げてたので、なんかもう来年からもう次もう私はボールを投げれなくなってもいいから、ここの試合を最後まで投げさせてほしいって神様にお願いしながら投げてるような感じだったので、そのくらい全てをかけて獲得できた金メダルだったので、やっぱ思いはかなりいろんな意味で重たいです。北京オリンピックを迎える前のその目標に向かって頑張ってる苦しさとは違う、なんかそのもう何もなくなってしまったその苦しさというか、何のために私はソフトボールを続けているんだろう、何のためにこれから頑張っていけばいいんだろうっていう、なんかこうそういうなんかその虚無感というか、そういったものをすごく感じていたので、なんかその心が病んでたなんかそういう時期でしたね。特にあのそれこそ東京オリンピック決まってソフトボールがもう一度復活するってなるまではずっとその葛藤の日々だったんじゃないのかなと思ってます。所属してるチームの宇津木麗華監督がずっと私の前を立って誘導してくれた、そして仲間たちが背中をずっと押してくれた、なんかその環境があったのでここまで辞めずに続けることができたんじゃないのかなって思ってます
オリンピック種目か否かというものは本当にやっぱり全然違うので、それは私は両方経験をしてきて、やっぱりそのこんなにも違うんだな、注目度も含めて、うん、せっかく子どもたちがオリンピックを見てソフトボールを始めてくれたのに目指す舞台がないって、教える側、伝えていく側もやっぱすごく苦しかったし、そういった意味ではやっぱりその東京オリンピック決まっただけでも子どもたちにオリンピック選手目指して頑張れって言葉をかけてあげるだけで、子どもたちのその目がキラキラする、そういう瞬間っていうのはやっぱり出くわせば出くわすほど、やっぱりオリンピックっていう舞台はすごく私たちにとって大きな場所なんだなっていうのを改めて痛感したので、そういった意味ではもう大事な舞台です。はい。